皆さんこんばんは、みとくです。フラジールやっていきます。持てない。暗いので、武器を斧に変えました。で、どっちだっけ。実は3パート一気に取ったのでちょっとずれちゃったんで、このパートも取り直しになります。どっちだっけ、確かで、持てない。これ武器かな。で、早速ね、セーブポイントがあるのでセーブしちゃいます。はい、進みたいと思います。さて、お、あー、びっくりした。あー、そっか、ここね、ここね。いやでも、お、待ってましたって感じ。このクラゲちゃん出るの待ってました。他の敵怖くて全然倒せなくて、レベル上げできなかったんで、もう出てくれてありがとうぐらいな感じなんですけど、そうそう。あー、いっぱいいる。ちょっと強くなってないですかね。いて、ちょ、やめてくれ。持てない。いた。強いな。あれ、こんな強かったっけ。ピンクピンクのは3番目に強いクラゲだと思うんですけど、でもここでクラゲ出てくると思わなかった。ちょっとね、斧って使いづらいですね。うん、使いづらいな。なんか別の、やっぱ槍が一番使いやすいかな、個人的には。槍だよね。うん、そう。なんかね、ためが長いっていうか、あの斧だと多分槍の方がもうちょっと短いかな。あれ、よし。まあさすがにもうこのクラゲ平気ですね。あれ、でもね、やっぱり距離感がつかめないのでかなり苦戦はしちゃうんですけど、あれ、倒せない。 OK かな。ここに、ちょっと待って、回復しちゃいましょう。はい、拾っ、お、レベル20、やったね。よし、じゃあこれなんだろうな、これ水かな。あれ、こっちじゃないか。あれ、どこ行くんだっけ。ちょっと回復します。はい、さっきのアイテムが、あれ、どっち行くんだっけ。クロシェットだったんですけど、クロシェットっていう、キューわ、わ、怖い。クロシェットっていう記憶のアイテムだったんですけど、あれがめちゃくちゃ長くて、もう、本当に1パートの半分以上使っちゃうぐらい長いんで、ちょっと省きます。で、先に進んじゃおうと思います。あ、こっちだった気がする。うん、多分。で、この箱、どうしよう、爆発するっぽいんで、あ、敵がいる。あ、怖い。で、このね、このロボット倒し方よくわかんないんで、もう無視しちゃいます。うん、レベル上がったばっかだし、いいよね。いいよねって、全然まだレベル20なんですけど、まあ、なんとかなるさみたいな感じで進んじゃいます。はい、ここですね。よし、
で閉じ込められてしまいましたね。セキュリティが生きてる。これは閉じ込められちゃったかな。まあとにかく先に進んでみましょうよ。はい、閉じ込められたので、うん、ここまでしか、このね、これからムービー見るんですけどこのね、ムービー見たところまでしかやってないので、とりあえずセーブします。はい、セーブしました。あらあら、なんか本当に行き止まりみたいね。だいぶ本気出してきたかな。え、行き止まりなの？どうやら本当に閉じ込められちゃったわね。ここまでかな。うん？どうしたの？男の子が諦めるのは早いんじゃないかな。うん。ねえ。何さ。あたしのことちょっと話していいかな。うん。昔ね、偉い科学者の人が、話さなくても気持ちで通じ合うっていうの？お互いの心が分かるようになる力が、もともと人間に備わっていることを発見したの。きっと、ずっと昔、人はそういう力で分かり合っていたのかもね。それでね、たくさんの頭のいい科学者の人が相談して、みんなにもう一度その力を持たせれば、みんな何も言わなくても分かり合えてさ、世界中がすごく良くなるかもってことになったの。その頃、世界は戦争とか、大きなこと、小さなこと、いろんなことで対立したり喧嘩したりで、みんないい加減うんざりしてたから、もう全世界的に大賛成ってことになって、グラスケージっていう機械を使って世界中に信号を発信したの。みんなの頭の中にある共感性能力、自然とお互い分かり合える力を発現させるために。それからどうなったの？もちろん計画は大成功。心で思ったことが相手に伝わるようになって、これでいろんな誤解や憎しみはこの世界から消えるってみんな思ったわ。世界中が沸き立って興奮して、誰もが新しい時代の幕開けを信じて微笑みながら眠りについて。次の日、目を覚ました人は誰もいなかったの。みんな眠りについてそのまま死んでしまったのよ。もう一度それが起こるんだね。そう。そしてあの子はその触媒になるの。触媒？あの子の心を通して世界中の人たちの心をつなぐのよ。うまくいけば。うまくいかないと？言ったでしょ、今度こそ本当にこの星には誰もいなくなるわ。あのね、そういう私も触媒だったのよ。あのさ、サイはどうして触媒ってのになったの？へえ、知らないわよ。割と普通に暮らしてたんだけどね、ある日急になんかいろんなテストを受けさせられて、でなんだか知らないうちに私に決まってたの。
いつも頭にコードつけられたり、変な薬飲まされたり、もう最悪だったわよ。毎日いろんな実験させられて、みんなちっとも優しくないの。でもね、研究室の中に一人だけ優しい男の子がいたんだ。その子はね、私に時々チョコレートとか飴玉をくれるのよ。それでね、大丈夫って聞いてくれて、それからありがとうって言ってくれたんだ。そっか、その人とサイは、じゃあ友達だったんだね。もうこの子ったら。それにね、私とシンは友達って言うんじゃなくて、どっちかというと、この子どこから入ってきたのかしら。入り口はロックされていたし、出口は塞がれているのに。追っかけるのよ、出口が見つかるかも。猫の声を頼りに出口を探せ。はい、というわけで、今回はグラスケージというものが何なのかっていうのがやっとここで分かりましたね。共感性能力っていうものが関わってきてるらしいです。まあ、あ、なんか行けそうですね、ここ。見つけた。この先から猫の鳴き声がするよ。しゃがんだらどうにか通り抜けられそうね。うん、やってみるよ。で、そのサイちゃんはそのグラスケージの触媒になってしまったってことですね。うん、で、今ね探してる女の子もそのグラスケージの触媒として利用されてしまうってことなんですね。いやー、辛いね。ってことで、まあ、あのグラスケージが何なのかっていうのが分かったので、でね、サイちゃんもねその触媒として利用されていたっていうことと、あとシンとサイちゃんの関係ですね。まあ、おそらく友達っていうよりは恋人だった、恋人みたいな関係だったんじゃないかなと思います。まあ、グラスケージは最初は人々の希望だった計画だったのに、結果的には真逆のものになってしまったみたいですね。で、それが今また起ころうとしているので、それをね、瀬戸くんは果たして止めることができるんでしょうか。続きが気になりますが、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。さよなら。